まだ時間がありますね。腹が減ってはなんとやらって言うでしょ。今のうちにエネルギー補給しておこうよ。せっかくだからいただきますね。そう言ってもらえるとすごく嬉しい。早起きして頑張ったんですね。レナさん、ありがとう。あんたは食欲ない時にこそ食べるのよ。人間ご飯食べてりゃとりあえず死なないんだから。はい、ケイチ君、おにぎりどうぞ。口に合わないかな。そんなことないぞ。うまそうだな。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。ケイチ君、レナのおにぎり美味しくないのかな。おいおい、まずいわけないだろ。ちょっと緊張してるだけだよ。本当に？よかった。どうぞ。中身はツナだよ。おにぎり嫌い？ツナって缶詰のですよね。ダメです、大嫌いなんです。
ごめんなさい、レナさん。でも私どうしても缶詰の食べ物がダメで、目にするのも嫌なくらい。なんでだよ。いえ、昔嫌な迷信を聞いちゃって、すみません。できれば早めに片付けてもらえませんか。おしくらまんじゅうしてるみたい。そういえば、さとこはちゃんとお祭りに行ったんだよな。うん。レナがリカちゃんに頼んで連れ出してもらったよ。てっぺんに行くのを止められたってことはないよな。しぶしぶだったみたいだけど、承諾したみたい。そっか、それなら大丈夫だな。それでは私が書きますね。北条さんのお宅でしょうか。そうだけど、何のよ。こちらは沖の宮署です。失礼ですが、北条鉄平さんでしょうか。はい、そうですけど。現在、お宅の北条さと子さんをこちらで保護しています。え、さと子が？あいつ何かやらかしおりましたか？詳しい事情はこちらにいらしてからご説明しますので、すぐに来ていただけますか？今ですか。風呂に入ってたとこで裸なんですわ。それにもう寝ようと思ってたんでね、わざわざ外出るっちゅうのもね。そうですか。来ていただけないのならば、こちらから迎えをそちらに出して来てもらうことになりますが。え、それってどういう。すでに裁判所には申請が済んでおります。明朝にでも家宅捜索。
わかりましたわ。すぐに行きますよって、大勢で押しかけるのだけは堪忍してください。それではお待ちしております。さあ、ショータイムの幕開けです。姉ちゃん、こっちです。てっぺはまだ来ません。準備はもう済ませましたから。レナさんは反対側のロープの端を持ってください。うん。シオン、それスタンガンです。どうして？ケイちゃんだけにやらせるのは気が引けてしまって。それにきちんとやれるか心配で。
内緒にしててごめんなさい。ケイちゃんのメンツを傷つけちゃうような気がして言い出せなかったんです。私のこと許してくださいね。大丈夫ですか？レナさんも私と同じ気持ちです。ただレナさんにはあの男の血が赤いかどうか確かめたいという気持ちも含まれているようですけど。酸素って吸いすぎると毒になるんですってね。当たり前のように私たちの周りに毒があるなんて少し奇妙だとは思いません？とにかく良かったですね。吐いたりしたら確実な証拠を現場に残してしまいますから。やってやる。
なあ、俺が誰だかわかるか？お、目が、目が！俺が誰か知りたいか？俺の名前はな、お社様って言うんだよ。今夜はお祭りなんだからさ！ケイちゃん？
ケイチ君、血だらけだよ。どうしてだろう。真っ黒だよ。血って、真っ黒なんだ。本当に死んだのかな？念のため。そうだね。念には念を入れて、だね。もう起きてこないように。レナ、やる。私だって。ケイチさん？何をなさっているのです？